ケインさん、こんばんは。息子も、横にいます。ゴッドバディ、こんばんは。Hey guys, こんばんは。How are you? こんばんは、ケインさん。Everyone, イクちゃんさん。トゥルさん、ハーパさん、フローゼンさん、ハチさん、ハンペンタロさん、ユーノさん、ミューさん、トゥルさん、ソラチョダさん、メリーさん、ありがとうございます。いつも、Thank you so much, guys. 皆さんお元気ですか？すいません、さっき帰ってきたばっかりで、今日もダークソウルズやりたいと思います。楽しみしてました。あれから昨日からは、こっそりはやってないですね。ケインさんこんばんは。ケインさんこんばんは。長野さんこんばんは。今日はご挨拶のみで、来賓、いかやく。いつもありがとうございます。長野さん、Thank you so much。ヒゲのケインさん、かっこよすぎて倒れそうです。黒い、いかやく。ありがとうございます。すいません。明日ぐらい剃らないといけないですね、多分。27日の配信ダメになった特地角さんから聞きました、残念。ああ、そうです。そらちょうだっさん、皆さん、本当に今日も楽しみ so sorry ね。いや、僕もすごい楽しみしてました。昨日、なんか、本当に池谷さんから連絡があって、もう、やる気満々ですよ、僕。今朝も、いろいろ、脇チョーク注文しようと思ったんだけど。かっこいいです。ドアップ嬉しい。スミリング F、スタッフと話し大人の男性っていう感じでしびれます。ロードリーグリー、メリーさん、ありがとうございます。まあ、いろいろあります。すいません。なんかちょっと出てるからなんか同時はやらない方がいいって言われて本当になんかすいませんでした。ワッチョークに終わってよかったです、わらわら。いやー、でもまあぜひぜひハウディーケインさん、ビクマドさん、こんばんは。昔もかっこいいけど今はもっとかっこいい。いやいやいや、また別の機会にぜひコラボ。そうですね。また、池谷さんとやりますので。ケインさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、まめさん。ありがとうございます。いやー、でも楽しみしてましたけど、はい、まあでも、また、違う時でやりましょう。いろいろ。すいませんでした。約束したのに。ケインさん、こんばんは。大福ママさん、こんばんは。How are you?でも、まあ、年々かっこよくなってますよね。いやスミリングファセダブル。本当にこの数年皆さんとやっぱなんか皆さんのサスケの話とか、まあサスケゲームもやってた。もしかして TBS にクレーム行ったの通ったのかな。みっちゃんさんだったかな。みっちゃんさんだったんですか。いやそんなことないです。全然TBSのあれではないです。その気持ちだけでありがたいし、いや皆さん本当にこの数年でやっぱサスケのゲーム一緒にやったり、その皆さんのなんかなんだろう、昔サスケ見てたから、その思いがすごいあったから、自分がまたやりたいなと思いましたね。神の肉体の電子書籍の特典プレイボーイのサイトからの購入しかで、それだけ皆さんに感謝伝えたいと思います。まあ本当に今回は皆さんのまた見たいですね、サスケのゲーム配信。本当に大きかったです。笑、本当に大きかったですね。どういう気持ちでサスケ見たらいいんだって言ったから、いかやく。そうですね。いやー、まあでも、まあまあ、まだこれからもっともっと頑張ります、皆さん。ケインさん、こんばんは。ずっと進化してるケインさん。いやいや、サキエルさん、こんばんは。ありがとうございます。ケインさん、こんばんは。あ、ボンゴラさん、こんばんは。ハローハロー。やりますか。ケインさん、こんばんは。あ、パニープチさん、こんにちは、こんばんは。よし、昨日はどこからだっけ。でも池谷さんとココラボはまたの機会に見たいですね。そうですね、今日も頑張ってください。何かやりたいですね。ケインさん、こんばんは。セクスカンさん、こんばんは。一緒に頑張ろう、サポートします。ありがとうございます、トロさん。これなんか、いいキロ。こんばんは。今日も楽しませていただきます。高野さん、こんばんは。昨日本当にありがとうございました。いろいろ、アドバイスいただいてありがとうございました。2人のキャンプ配信とか見てみたい。笑。いや、池谷さんだってトレーニングしないんですよ。昔からトレーニングしなくてあんなに強かったから。昨日ミセスに家が脇チョークまみれになること言いましたか。いや、言ってない。
ミスですわ、もう全然。何が一番強いのかな、このシールドの中で。いえいえ、どういたしまして、お役に立てて幸いです。いやいやいや、高野さんありがとうございます。これも3キロで。池谷さんの面白ドブド送りますよ。よし、今日も頑張りましょう。これ昨日はセーブしたところからですね。ケインさんこんばんは。梅さんこんばんは。How are you? ファイト、ゲームオン。今日裸クソ制覇頑張らないと。笑い。そうですね。これどこだっけ。頑張って。ゲームオン。あれ、ドーブレイクスクラマチオンマークイカ役。ケインさん、インスタ見ましたが、レインボーのクリスマスツリー、イカ役、ありがとうございます。トンパカパン、水虫です。カスミさん、How are you? 料理人を倒すとか言ってましたね。きっしょいネズミ退治。料理人ってあの下ですよね、確か。あー、ネズミだ。このでっかいネズミ倒した方がいいですかね。確かにもう今セーブできるから。池谷さんとサスケ見るんですか。いや、あの僕はもう見ないかな。これあれ料理人どこだっけ。あのツリー新しく買ったんですか。いや、あのツリーは一緒ですよ。でけー、あれだけ飾りだけ変えてました。あれ、これ料理人どこだっけ。ネズミがネズミがそこでしょ。ネズミそこも行きます。切り倒す、わら。ネズミ、料理人どこだっけ。ここじゃないですよね。プレゼント飾ってくださりありがとうございます。あ、いやいやいや、ありがとうございます。そうだ、せっかくなのでトレーニングに関して質問です。あ、ぜひぜひ。全然覚えてないです、これ。こっち行きますか、一回。走っていきます。わーん、クイッシュを。音声さん、いつもありがとうございます。これは開いてない。料理人どこだっけ。ちょっと待って。I forgot。もう昨日やったのに、もう忘れてますね。こんばんは。え、これ何ですか。ネパールさん、こんばんは。How are you? あ、これですね。これ料理人ですね。日体改造を始めて3年目になるのですが、腰回りって歩く以外に、イカ役。あ、背中とかですか。やっぱ背筋ですね。まあ腹筋背筋が大事ですね。バックブリッジみたいな。まあ、ジムとか、機械なければ。やってみようか。一回。あと。エビ反りじゃない。まあ、背筋みたいな、よく。エビ反りみたいな、バックブリッジとか大事ですね。というのも結構背中鍛えます。ケインさんこんばんは。モヤヨさんこんばんは。昨日思ったんですが、なぜサンタ見ると方法言うんですか。なんでだろう、わかんないですね。オーマイガー、なんで方法ですかね。確かになんかあったんですかね、方法。確かにこれほっほっほって言うんじゃないかな。あれ10個増やすやつありますよね。ありがとうございます。予策違う、これじゃないですね。ほうこれなんだろう、正法みたいな感じなのかな。フォロー、I'm followed。 何ですか。
せいせいせいみたいな感じ。あの料理人なんかいけそうな感じするんですよね。はず。ゆっくり探索してなかったですね。昨日はもう逃げたんですよ。セーブポイントがなかったから。笑い声の連想だって。笑い声ですね。笑い声か。ノルウェーだっけ。サンタは、サンタはノルウェーだっけ。こんばんは。はい、リンさんこんばんは。こんばんは。せいせいせいは HG です。ケインさんも笑い声方法にしますか。これ生きるんですね、これ。もしかしたら。おー、行きました。ご利用して行きました。ほほほほほがあるじゃないですか。OK。 行きましたね。ここで探索できますね、いろいろ。ケインさんこんばんは。あ、マリエルさんこんばんは。ここから来たっけ。ケインさんは、サンタさんに何をもらう予定ですか。いや、何もないっすよ。Hey, over here.これ切ったら痛いんですかね。あの、死んじゃうのかな。数年前や数日前に知人や先輩がぎっくり腰になったので、教訓以下役課金をお願いします。ビッチャンさんいつものセリフお願いします。ケインさんこんばんは、お疲れ様です。ヘイデラルパパさんこんばんは。ラムちゃんがサンタさんに何をお願いするのか気になるな。何は、なんかバーベキューセット欲しかったみたいですね。バーベキューセット、なんかあのキッチンとかあるんですね、おもちゃのキッチン。それのなんかバーベキューセットが欲しいって言ってました。あれ、プレゼント、ウラッペドギフト、ワクワクしますね。え、本格的なキッチンかと思った。笑い。いや違う、おもちゃおもちゃおもちゃ。キャンプしたいのかと思った、わらわら。そう、なんか3つぐらいお願いしてたみたいですね。あの、何、バーベキューセットと、なんかあのペッパーピッグの。わあ、うちも2歳の娘に僕のおもちゃあげようかと思ってまし。本当ですか。一緒ですね。あれ、料理人もう一人いるじゃないですか。欲張りラミちゃん。わら、あとはペッパーピッグのキャラクター2つぐらいは持ってなかったから、その残りの2つですね。ラムちゃんはビスケットとミルク準備するのかな。コンプリート希望。いやー、サンタさんは大変だろうな。危ねえ。危ない。そしてバックスタップ、ナイス。うお、ケインさん、プレイボーイでのギャラ派、歩合制でいくらでしたか。いかやく。いやー、もう歩合制かな。これ、サクもらった。何ですか。
お、何です。Large Ember。これで料理人倒しましたよ。いい感じじゃないですか。ここはもうナイス、ね、バックスタッフ。ケインさん、こんばんは。こんばんは、レイコさん。これ全部クリアしましたね。ケインさんは小さい頃のサンタさんの思い出ありますか？こんばんは。いやうち、メランゴさん、How are you? あんまクリスマスツリーとか、なんかサンタのプレゼントとかやってなかったですね。なんか父親とか母親は欲しいもの何ですかって聞かれて、あのトイザーラス行って一つ欲しいものはなんか選んでいいみたいな感じだったんですね。まあもちろんあんま高いものはもらわなかったけど、なんか好きなものを1個もらえる。だからラッピングとかその木の下でも、クリスマスの日で開けるとかそういうのはなかったですね。それ何とかぜひやってみたかったですね。全部クリアかな。子供でいたアイズとトイザラスに大好きなおもちゃに囲まれ、いかやく。そうですね、トイザラス、なんか子供の頃行った時はめっちゃ広い感じするんですよね、トイザラス。でも大人で行くとなんかまあ広いけど、そこまでなんかめっちゃ広くはないです。この辺何もないですね。全部目線の変化もあるんでしょうね。ここから行けないんだ。ここから降りるしかなかったんだ。こんばんは。ルナさん、こんばんは。ここもう何もないかな。これ全部見たかな。クリアですね。あそこから来たから。あ、ここまで見てる。ここまだ見てないじゃん。What is that? あ、ここ見た。I will look. OK、これ。迷路ですよ、迷路。こんばんは。まつりさん、こんばんは。横になりながら視聴してるので、ついでにやってみようとし、いかやく。頑張って、高野さん。やっぱ腹筋ばっかりやると背筋がちょっと弱くなって腰痛めたりしますね。痛くなったりする。腕立て伏せもそうですね。腕立て伏せばっかりやると背中がちょっと丸まって首の疲れとか疲れやすくなるから、やっぱバランスよく両方やると、ね、筋トレもバランスですよね。そうです。何事もバランスですね。そうです。あれ、セーフポイントここじゃなかったっけ。 I don't even remember anymore。 あ、そこにあった。こんばんは。ラムネコさん、こんばんは。ちなみに昨日からこそこそ走ってないんですか？してないですよ。全然あれからしてないですよ。あれから。わあ。なんかそろそろパワーアップぐらいはした方がいいのかなと思ってますね。あ、グリーン回転シャード。
んかそれぞれこのアーマーとかこういうのはあれあるんですよね。あのスキルどこで書いてるんですかね。スキルタグってあれですパゴ、パゴ。ラミちゃんは今日は泣かずに幼稚園行きましたか？ちょっとだけ泣きましたね。今日も。これ見たいですね。マジック。あら、かわそうに。こんばんは。お邪魔します。こんばんは、川瀬さん、いつもありがとうございます。これマジックリジストもあるんですね。そろそろクレイモアパスプラス5使った方がいいんですかね。もうすぐあれ強いのかな。これセーブしますか。いっこじってしもた、ごめん。レベルアップまだですね。ここしかないか、次。今日から冬本番になりました。日光大雪みたいです。いや、東京でも寒かったですね。あれ、そういえば年末年始アメリカ行くんでしたっけ。いや、今年は日本ですよ。お正月はちょっとだけ海外、お正月っていうか1月の半ばから海外ですね。あとはずっと日本にいます。昨日も見たんですよね、確か。ゆっとしくゆとし、日本にいますよ。年末何かやりますか。じゃあその回配信ないんですね。ゴッドボディケインさん、こんばんは。ヘイカムさん、正月私もなんかやろうかな。腕立て伏せはもういいかな。腹筋とかな。どうだろう。ネズミ多いっすね、ここ。配信までにこそこそしました。あ、やらなかったですよ、カムさん。ちょっと待って、やばいやばい、いっぱいいる。2023個ギャグですよね。ちょっと待って、一気にいきますか、これ。OK。わあ、ここか。昨日打てなかったですね。2023回死ぬまでだ、クソ。あれ、下行くんだ、これ。あれ、これなんか落ちるんですか、これ。何ですかね。クレイモアですね。かっこいい剣だ。そう、なんかあのレベルアップこれしました。みんながなんかこれ結構ずっと使ってるけど。水洗トイレみたい。うわうわうわ、何ですかこれ。ちょっと待って、いっぱい
入り口あるから迷路ですね、これ。あ、画面スマホだから見えてなかった。今日はパーカーだったわ。いかやく、そう、さっきまで。ケインさん、おすすめのスマホゲームありますか？ケインさん、こんばんは。応援ありがとうございました。ビルンさん、こんばんは。イカヤク、スマートフォンのゲーム最近やってないですね。それにしてもケインさんの真面目な顔も素敵です。スパーク、イカヤク、ケインさんならロルノットフおすすめしそう。あ、TFT、 そうですね、最近もやってないですね。何もないかな。ケインさん、こんばんは。アンコールモシさん、こんばんは。 What is that? ケインさん、こんばんは。やば。あ、ゆめピリカさん、こんばんは。これボスですか？やば。ちょっと待って、バイオハザードにいそう。そういえば今ポッキー買うとストファイできるんですよね。へえ。ちょっと待って、あれボスかな。これ迷路なってんですけど。おえ、何ですかこれ。なんかいそう、これ。これ穴ですか、これ。ちょっとなんか、あれが穴ですね。あれ無理ですね。この上どうやっていける。お正月ストファイで2023ダメージいくまで終われませんとかは。いかやく、ちょっと待って、これいけるのかな。これしかないのかな。おい、ジーズ、ちょっとネズミが、あれ死んでる。うわうわうわ、波動拳2023回でもいいかもしれません。ここから、あ、これここからか。あ、うわ、ジーセス、ワオ、あの、でっかいネズミだ。もう倒すしかないかな。ウサギのコスプレ配信もいいな、わら。ボス行きましょう。あのネズミも倒すしかないのかな。ここから矢打てるんですかね。こんばんは、今日もファイト。トラチャーさん、こんばんは。こっから打てるんですかね。筋トレしてるから勝てます。おお、ちょっと待って、ちょダメだ。ないかな。ファイアボームでいいんじゃないですか、これ。投げナイフ、セレブのこれ使いますか。ファイアボーム、どこでいい、ここだっけ。しいけどな。これどうやって投げるんだっけ。これロックオンしないといけないんですかね。いやー、やばい。なんかチクチクやる方法ないんですかね。あー、これ自分で、あー、自分でファイアした。もう、これ難しいっすよ。自分でファイアー、わら。わらわら、どうやってやるんですかこれ。
サスケとどっちが難しいですか？なんかいい方法ないかな。やっぱヤーかな。怖いネズミ、わら。あ、ダメだ。うわ、食らってるよ。これだいぶポイズンだ。やべ。ちょっと待って、これダメだ。あと他に武器あるんだっけ？ケインさん、こんばんは。こんばんは、How are you? ライフォンさん。ブローインナイフかな？違う。意外と普通に切った方が早かったり。ほんとっすか？怖くないかな？シールドすればいいのかな？うわっ、いや、ダメだ。これやっぱ痛い。ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。I wanna go。ちょっと待って。あの中に入りたい。だー！ダメだ！カムさん、普通に切れないよ。でかすぎて。ちょっと待って。これダメだ。ハマった。わら。ジーザス。待ってよー。わらわら、どうすればいいんだこれ。あら、すいませんでした。いや、全然全然。からだっけ。こんばんは。あー、ゴリさん、こんばんは。水でおびき寄せますか。チーズ、チーズ、チーズ持ってない。チーズ持ってないかな。なんか他に、オー、ジーズ、びっくりした。オーマイガッド。結構食らっちゃうんですね、ダメージ。食べられた。うわうわうわ、地味でリップに離れたはずなのに。辛いなーこれ。これあれ、シェフは戻るんですかねこれ。あ、戻ってないですね、シェフ。ここは来ましたよね。ここは何もない。水場で足が重くなるのが地味に辛いですね。本当ですね。アーマーも重いし、これ辛いですね。水に落ちたら失格ですよ。サスケ、確かにこのクレイも強いっすね。わ、めっちゃ重いっす。あ、でももうシェフがいないからだいぶいいっすね。楽です。この肉欲しいっす。あれ、こんなのあったんだ。これ前あったんだっけ。ああ、ジーズ。え、これどこだ。おお、ネズミの上じゃないですか。これ今度こそ撃てるんじゃないですか、これ。もしかしたら、ちょっと待って。あ、そっか、これしかないんだ。ファイヤーもなくなった。頭コン、ケインさん、こんばんは。あー、イサチャンネルさん、こんばんは。今度こそ大丈夫じゃないですか。お、29ダメージ。これ倒せるんじゃないですか。
年内ホラゲはもうやらないんですか？ホラゲーはまずはこれクリアしたいですね。ダークソウル1ぐらいですね。あれ、前みっちゃんさんが言ってたホラーゲームやった方がいいですかね。だからダークソウル1クリアして次はホラーゲームでも大丈夫ですね。ケインさんこんばんは。寒いんで鍋食べたいですね。アスパラチャンネルさんこんばんは。お、こっちが楽っすね。ホラゲ探しますか。やりたいですね。そしたらいつまでもホラゲできないじゃないですか。わら。これはナイスー。あれ、あっちどうやって行けるんですかね。ケインさんこんばんは。あー、くじかずさんこんばんは。いつもありがとうございます。ナオミちゃんさんこんばんは。あっちどうやって行けるんですかね。あ、そこランダーがある。いや、これ、あ、こっから行けるんだ。めっちゃ楽ですね、いや、使えたら。貞子やってほしい。ケインさんはホラー派しないですか。ホラゲご消耗なら今すぐやってほしいホラゲあります。わら。顔が怖いトーマスに追いかけられるゲームが発売してましたよ。顔が怖いトーマス、本当ですか。フローズンさん、それだ。あの、降りてみようか。ゼロってシリーズのホラーめちゃくちゃ怖いのでおすすめです。リトルナイトメアとかやってほしいです。ゼロナイトメア、多そうですね。でも皆さんがおすすめのゲーム何が一番かな。これいけないの。あ、あ、こっからいけるんですね。ちょっと待って、これやばくない。やっぱりジミーのが一番怖かったな。笑い。あそこから降りてきてるか。これ死んじゃうんですかね、これ。おお、危な。いやー、まあ、ジミーより怖いゲームないんじゃないですか。ウォータースライダートーマス送りました。わら。ネパールさんありがとうございます。トーマスさんこんばんは。こんばんは、ゆきさん、 How are you?ネズミが引っかかってるんですよ。これが普通ですよね。これが普通ですよね。なんかあのボスと戦った武器で、あのこういうあっても、昨日はありがとうございました。いやいや、ゆうきさんありがとうございます。わら。ここ左も行きますね。左も行きます。足つらないようにしないと。笑い。そうですね。あ、これさ、あ、上からか。とりあえず回復あと4つしかないから気をつけないといけないですね。じゃあこれ終わったらトーマスやりますか。気分転換でトーマス時間かかるんですか。気分転換もたまにやってもいいし。これ今どれくらい進んでるんですか。全然わかんないっす。こんばんは。ユーロさんがわかるんですかね。ヤイコロさんこんばんは。 50% はいってないかな。ダブルホラゲーよりケインさんのびっくりリアクションが見たいんでな。イカ役ケインさんはトーマス見てましたか。2分の1ぐらいですね。トーマス見てないっすね。気分転換にジミーに会いに行くのもいいですね。あれ、お、かっこいいじゃん。
I'm Donna Lives. I'm just a peddler. I adore trinkets and all. Oh, purchase item. いいっすね。And then applies lightning to right hand weapon. ユーノさんアドマス、イチさんなら結構いいペースですね。出遅れた、こんばんは。ちょっとこれはわかんないっすか。7000あるから。えー、山井さん、こんばんは。3分の1いってるかな、僕これ。クリストルストリートストア。あ、強そう、この辺。ちょっとこれやってみたいですね、このファイヤーにつけるやつ。Sorrow ahead. It's locked. 閉まってるか。ここもあるね。さっきの左か。さっきの左か、ここですね。どっちだろう。ゴッドバディケインさん、こんばんは。えい、ナミコさん、こんばんは。めっちゃ綺麗。これ何ですか。Oh Jesus, what? Fatty? 何 Fatty?うわ、めっちゃ広いじゃないですか。この上になんか敵がいるんですけど、これ下降りられないですね。黄色迷っちゃおう。ケインさんの家の下水道これくらい広そう。違う違う。お、ヘビークロスボウ、いいっすね。いや、これめっちゃなんかボスっぽいじゃないですか、これ。あー、ダメだ。これ絶対ボスですよ。めっちゃでかいボスですよ。さっきのとこもう一回戻って、あの右左行ける道が気になるんですね。あれ、ここもあるんだ。ちょっと待って、これもこれはさっきのドアじゃないですか。迷路ですよ本当に。あ、やべ、飲んじゃった。これはさっきですね。あとは B に行ってないとこはここですね。隠れ部屋ないかな。隠れ部屋、あれ、ここ来てなかったっけ。これもうクリーモだとワンコンですよね。ワンコンで倒せますね。とりあえず全部チェックしないといけないですね。前に私が言ったホラゲハマディソンというホラゲですわら。そうですね、マディソンか。こんばんは、ジオルナさん。そう、書いてありました、マディソン。はい。じゃあ、マディソンと、トマス見てみますね。
ジミー超えるかもしれないやつですわら。本当ですか。わわ、何ですかあれ。 What is that?ちょっと待って、ゲップしてる。ちょっと待って、What is this? やばい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 、ちょっと待って。Danger, danger, danger。 またホラゲしてくれるの嬉しすぎ。出たー。うわ、これポイズンじゃないですか、もしかしたら。そういうこと言うと、ケインさん夜寝れなくなるからな、わら。そこにもあるし、What is this?迷路。ケインさん、こんばんは。グレッグテンカモン。ルーシーさん、こんばんは。いつもありがとうございます。うわ、ネズミ、ちっちゃいネズミいたんですよね、今。やってほしいホラゲハあるけど、とてもグロテスクなので厳しい。うわ、あそこになんかあるけど。今日はゴミ出しじゃないよね。毎日ゴミ出しですよ。Illusionary Wall Ahead。 本当ですか。さっきからずっと Illusionary Wall って書いてありましたけど、全然ないですよ。そう、一応うち毎日出してるんですよ。興味。あれ、I don't know where I am。ドックスのグムみたいに爽やかにゴミ出ししに行くのかな。わら、夜出れないじゃないよ、怖くて。おお、いるいるいる。お家にゴミを貯めないタイプですね。そうですね。ケインさんにフライパンゴミ出し頼んだらめっちゃ小さくなりそう。いからく。最近ラニちゃんが遊びに来てくれないの地味に寂しいですわら。そうですね、最近早く寝てますね。うわ、これやばいやばい、死んじゃう死んじゃう。いっぱいいるんですね、このカエル見たら。プリスです。あ、ちょ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 、クリスマスの飾りは毎年さよならするんですか。いや、キープしてますよ、チョロさん。キープして、また室伏さんみたいにぶん投げてゴミ出しするんですか。わら。違う違う、なんですかこれ。そうなのね、サウナみたいになってるんですよ、そこ。そうですね、だいたい基本はキープして、ここから打とうかな。毎年飾り違うから。ちょっと下まで行けないよこれ。ここは当たんない、ダメ。ここだったら大丈夫かな。そう、どうしたのかな。めっちゃ迷路。あれ、ちょっと待って、これ落ちる。一応聞くんですが、ケインさんホラゲやりたくないとかありますか。飾り毎年違うの思い浮かばなかった。いや、ホラーゲーム好きですよ。ホラーゲーム結構好きですよ。ジミーはめちゃくちゃ怖かったっす。ジミーより怖くないゲームの方がいいかな。ジミーの時本気で嫌がってましたから。わら、好きだったんだ、ホラーゲーム。なんかクリアする時は好きですね。怖くないホラーゲーム。怖くない。
ジミーは怖かったですよ、本当に。武器が持てればいいですよね、わら。いるんですけど。ホラゲーから怖さ取ったらただのゲーになっちゃいます、わら。おっぶねえ。I am dead。全員倒しましたね。ジミー派見てる方も怖かったです。いや、今までの中で一番ですよ。ダントツ1位ジミーだった。武器がないし、マディソン派ジミーより音とか展開がいきなり来るので怖いか、いからく。マディソン武器あります？ジミー派ほんとびっくりする、わら。進んでるかな、これ。怖さの基準が武器の有無、わら。武器がないホラゲー探しときます。武器ないですよ、バイオじゃないんですから、わら。お、リンもらったよ。ジミー役の俳優さんと共演になったらどうします？ゲインさんのリアクションにびっくりします、わらわら。Absorb HP。 あ、これ回復するじゃないですか、これ。めっちゃ強いじゃないですか。ここ全部クリアしましたよ。あとはどこ行けばいいんですかね。やっぱボスですかね、残り。来年のハロウィンはジミーに仮装しますか、わら。ボス行きましょう。ボスしかないかな。あ、あそこもあったよ。ボスの前になんかマジションみたいな人がいたじゃないですか。あそこも倒すしかないかな。デカネズミの近くに背の高いボスっぽい人いましたよね。そう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 、マジックの人かな、あれは。これは？これ来ましたよね、さっき。迷路ですよ、迷路。入ってこれるのかな。 I don't know where I'm at。 どうやって戻るんですか？違う、これ一緒だよね。もう上だっけ。必殺方向音痴。違う違う違う、これ違う。どこから来た。ここじゃなかったっけ。ここですよね。クリスマスのエピソード何かありますか。クリスマスのエピソード、迷子ですか。迷子ですよ。 I don't know where I'm at。 やっぱ下かなって。ぐるぐるはジミーだけにしてください。Where did I come from? ハロウィン仮装はラミちゃんに許可もらわないと一緒写真と、いからく。ここかな。あれ、ここ見に行ったっけ。スポーツマン出てた時はクリスマスのトレーニングでしたか。ラミちゃんがジミーでケインさんがミレン役。いや、スポーツマンはクリスマスはもう多分撮影終わってるんですね。だいたい 2,3 週間ぐらい前だから、お正月の元旦のスポーツマンはだいたい12月の頭ぐらい撮影してましたね。結構だいたい海外行ってましたね。クリスマスとかお正月は。こんばんは。海外でしたね。春巻さん、こんばんは。How are you? あれ、どこだっけ。そういえばラミちゃん、そろそろ歯抜けたりするんじゃないですか。あ、そうですか。何歳からですか。まだ4歳になってないですよ。この上ですよね、多分。ケインさん、こんばんは。ケンタチャンネルさん、こんばんは。一回セーブしよう。7000ありますよ、7000。早い子は年中さんから抜けたりしますよね。早い子はもう抜けますよ。寂しいっすね。
スポーツマンの景品の海外旅行で行ってたんですか。景品違う違う。そういえばラニが学校から帰ってきてフニフニって言ってましたけど、フニフニって何ですか。日本語ですか。フニフニ。うちは1年生の終わりにようやく抜けました。わら、いやふにふにぷにぷにふにふに。いや僕もぷにぷにはわかるんですけど、ぷにふには何ですか。ぷにふには何ですか。ぷにぷにみたいな。そうですよね。ふにふ、あのぷにぷにも、ぷにぷに違う、ぷにぷにじゃない、ふにふにって言ってましたよ。スポーツマンの優勝賞金派生活のために使ってたんですよね。そうです、そうです。柔らかいものの表現というか、なんというか。教師の10歳の誕生日です。ケインさんからおめでとう言っても、イカ役、柔らかい感じかな。スーパークニさん、ブリブリ、今日誕生日ですか。ラミちゃん教えてくれなかったの。ぬいぐるみとかですかね。あ、柔らかいってことですか。エスイチさん、おめでとうございます。大好きなハマグリの種。いや、いつもありがとうございます。一緒にプレイしてくれて、これからもよろしくお願いします。エステンさん、まだ10歳ですね。オーマイガード。プレゼント派ハマグリの種派は抜けたらみんなどうしてるんですか。おめでとうございます。取っときますよね。僕チョッパーの派まだと、あの、ありますよ。あら、おめでとうございます。ありがとうございます。喜んでます。いやー、いつもありがとうございます。春巻さん、犬の歯も取っておくんですか。取っときますよ。あれだ、最初チョッパーの歯が分かんなかったんです。ちっちゃいプラスチックだと思ってましたよ。本当に本当になんかいろんなとこで落ちてて、なんでプラスチック落ちてると思ったら、犬の歯は置いてますね。チョッパーの歯だったんですね。皆さんもお祝いコメントありがとうございます。ここじゃなかったっけ。ここじゃないんだ。これどこだっけ。ネズミのいる。誕生日おめでとうございます。逆だ。ここから上か。海外派屋根の上に投げたりしないんですか。屋根、あ、やらないですね。海外はあれですね、日本だと抜けた歯屋根とかの下とかに置くみたいなのありますね。枕の下に置いておきます。寝るとき。トゥースフェリーですね。トゥースフェリー。ちょっぱー、エステしたり歯抜けたり肛門絞りしたり大変だな。あれどこだっけ。これが文化の違いか。私も枕の下に置きました。枕の下すぐなくなりそう。コインと交換してくれるんですね。そうそうそう。枕の下に置いたら朝お金になってるって話聞いたことあります。そうそうそう。枕の下に置いたらなくなってる感じですか。なくなってお金が代わりに置いてあります。へー、そうなんだ。そうそうそう、トゥースフェリーって言うんですね。だから僕子供の頃、自分の歯がちょっとゆる、ケインさん、歯は知らずあるんですか。いや、全部抜きました。試合が始まりましたね。だから僕はちっちゃい頃ちょっとでも緩かったら自分からブーって取ってすぐお金欲しかったから自分でもどんどん取ったんですよ、歯。やばかったですよ、本当に。あれ、主戦と ここだっけ。すげえ。枕にある抜けた髪の毛もお金になりますか。歯を犠牲にお金が欲しい。あ、それはないんですね。わら、親知らず痛かったですか。痛みに強いケインさん、喧嘩相手の歯を奪い取ってたんですよね。ワイルドな抜歯、ま、わらわら。マスルジュさん、こんばんは。ケインさん、こんばんは。お金の金額とかって決まってるんですか。いや、決まってないですね。その親に25セントとか1ドルとか。親知らず僕、
4つあって全部親知らず自分で抜いたんですか。いや親知らず違います。親知らずのもう1個後ろ、あの珍しい歯も入ってたんですよ1個。それは手術で取らないといけないです。もうちっちゃいなんかもうサメの歯みたいなのが入ってたんですよ。あれこれどこだっけネズミ。え、だから親知らず5個あったんですよ。それ歯難儀ですね。ケインシャーク濃すぎシャーク。それ歯っていうか骨なんじゃ。ケインさん歯サメだったってこと。まだあの取ってありますよ。サメの歯ちっちゃい、もうすごいちっちゃい歯ですよ。ちょっと待って、どうやってあのネズミのとこ行けるんだって。親知らず1個抜くだけでも怖かった。どうしよう。なんか合ってないですね。Where's…ネズミさっき上だったんですね。滝の上の方だったんですね。これどうやって行けたんだっけ。あ、わかったわかった。 I know where to go, I know where to go。 ここじゃないんだ、ちょっと待って、ここじゃないんだ、ここですね。 I remember, I remember。 やっと覚えた。シェフのとこですね。シェフのテーブルの後ろだったんですね。降りてた。オッケーオッケー。と思い出した。で、この上ですよ。ですね。そうです。オッケー、オッケー。来た来た。ウォータースライダー滑った先じゃなかったですっけ。ここだと思う。え、ここじゃなかった。ケインさんの分かったほど不安な言葉はないですね。これっすよ、これっすよ。親知らず、抜いたのは日本で抜いたの。日本で抜きました。売ってんの。あ、いける。いって踊ってるじゃないですか。何ですかあれ。いった。エモートです。ロボットダンスで対抗だ。ちょっと待って、いった。ステップ踏んでるわら。やばいやばい、ちょっと待って、うわ思ったよりやばい。ちょっとこれやばい、本当にやばい。あれ、ここは安全じゃないんですね。あのクリーニングですか。ジョロさん12月、僕はだいたい3ヶ月に1回ですね。八方塞がりわら。来年かな。来年、次は来年ですね。切った方が、切った方がですね。そりゃ一本道だと逃げ道ない。わら、もっと奥から浮いてないのかな。あれあれどこだっけ。これで合ってんだ。ここっすね。
親知らず、そうですね、あの2個ずつ抜いたんですね。結構深かったから2個ずつ抜きましたね。もうだいぶ前だったんですね。日本で2本ずつ抜いたんですか？抜いた後晴れました？いや、そこまで晴れてないですね。だからなんかみんな痛いってあの言ってて仕事行けないとか。私も4本親知らず真横に生えてるので怖いです。おお、でも抜かないといけないんじゃないですか、みっちゃんさん。あれ、あの上もなんかね、これ上どうやっていけるんですか？それは大変。時々痛くなるのを我慢してますわら。我慢ダメですよ、みちゃんさん。行くしかないですよ。抜いたらハム太郎見たくなっちゃう。いやでもそのうちもう やらないといけないから早めの方がいいんじゃないですか、みちゃんさん。絶対早めの方がいいと思う。なんか大事な親知らず抜くときにしみしっていますよ。そうですね、大事ななんかイベントとかの時でいきなり腫れたりすると良くないじゃないですか。その時はもう行かないといけないから、その前でやった方がいいですね。もしかしたらなんか私の不幸を喜んでませんか？いや、不幸じゃないですよ。あれだ、みっちゃんさん、どうすればあの来年とかオフ会で、僕たちのオフ会があって、その時親知らず時間が経つほど抜くのも厄介になるみたいですよ。親知らずが腫れてきてハム太郎みたいになったらイベント来れないじゃないですか。その前に抜いた方がいいんじゃないですか。来年はオフ会、みっちゃんさんの歯医者を見守るオフ会。何もないんだ。イベントの時に痛くなったら大変ですよ。わら。そうですね。ラーメンも行こう。そうですね。ラーメンとかのイベントで食べに行ったら、レントゲンの写真見るたびに泣きそうになります。ジーザス。あ、違う。いやでも背面の方がいいっすよ、みっちゃんさん。忍者パークで飛び箱を深いしましょう。いいっすね。おー、わ、ここしかないか。あのウィザードどうやって倒すんですかね。陣痛我慢できたのでオフ会放ちながら行きますわら。私抜いた時も虫歯じゃないと思ってたけど虫歯になってました。へえ。いや、そうですよね。だって あのよく言う、いますよね。あの虫歯なりやすくなるんですよね、あの親知らず。だから早めに抜いた方がいいですね。モンスターボックスやってみたい。親知らず横側が虫歯になりやすいらしいですね。そう、僕もそれがあったからあのすぐ抜きましたね。親知らずを抜かせる戦いがここにはある。僕は歯医者行ってきました。おお、チョジュンさん、親知らず抜いたんですか？広島にもモンスターボックスあるみたいで今度やってきます。いや、これなんか違う方法ないのかな。親知らずで盛り上がり、なんの話や。ハム太郎なったら泣いちゃう笑い。ほら来たね。あれでもなんか
もう一個いパターンあるんですね、これ。違う。わらわら、親知らず歯抜くかどうか迷ってます。わら。脇チョーク浜田ですか？脇チョーク脇チョーク、あれ、ここ来たっけ？大好きなの母親知らずの種。あ、ここ来ましたよね。その種はやだー、わら。いやー、もうこれ行くしかないですね。何もないですね。あれ、ここあったっけ。ボスじゃないですか。What is this? やっぱり歯医者行くよ、ハム太郎。あれ、いるじゃないですか、ダンシングマン。あ、上からの方がやりやすいんじゃないですか、これ、もしかしたら。弱い。めっちゃ弱いじゃないですか。あれ、ちょっと待って、僕死んじゃった、ネズミに。ノー。あれ、でもダンシングマン、こっからの方が弱いんじゃないですか。わらわら、めっちゃ弱いじゃないですか、ダンシングマン。あれ、どうやって行ったんですか、今僕。ハム太郎にやられた。突然の死。あらー、ハム太郎にやられた。ちょっと待って、あらま、How did I get there? めっちゃ遠かったけど、もう覚えてないですよ、道。油田大敵。今の道が一番ベストですね。もういないんです。ジーザス、ボスだから。神の肉体も親知らずにはかなわず。でもやっぱ歯とか大事ですよね。もう僕の歯全部平らですよ。今は寝るときはマウスピースしてます。歯ぎしり、この頃から歯ぎしり。前にやられたとか。歯ぎしりがやばかったから。親知らず片方抜いたんですが、抜く時の音が怖いです。歯が削れますかね、歯ぎしり歯。寝てる時も筋トレして踏ん張ってるんですか。歯は大事ですよー。8020って知ってます？歯ぎしりで平らに。アクションで食いしばるのかと思ったら歯ぎしり。歯ぎしりっすよ、歯ぎしり。なんか、夜、夢の中でアクションしてるのかな。どこだっけ、行ったの。こっちまで聞こえてますよ、歯ぎしり。あ、マウスピースとかってトレーニングで使いますか。私もマウスピース手放せません。トレーニングの最中は使ってないですね、マウスピース。なんかマウスピーストレーニングの最中にするとやりにくいですね。80歳で自分の歯を20本以上維持することを8020って今、以下約。あのボスもいないんですね。スポーツダムとか噛んだりしますか？マウスピースってやっぱり特注なんですか？そうですね。特注ですね。甲子園で高校球児ピッチャーがマウスピースつけて投球し、以下役。スポーツガム？あ、何？チューイングガムと一緒ですか？
ポーズガムは食べてないですね。倒せばいない。オッケーオッケー、いいっすね。メジャーリーガーはひまわりの種かじってるって聞いたことあります。いかやくかじってるとか食べてるんですね。あれ僕も好きですよ。ストーリーはガン虫、ちょっと固めのガムですね。マススピース代わりというか。それいかない。始球式はマウスピースしたんですか。いや、してなかった。してなかったからちょっと暴れたんですかね、ボールが。これ右もあるし、どうしよう。黄色。ひどすぎます、マウスピースなしの投球。左もあるし、What? あ、こっから来たんですよね、もともと。こっから、あれ。マウスピースしたら余計力入ってホームランしそう、わら。あとは下だけですかね、行ってないの。避けよう。あれ、あとは？いや、もう一個あったんですよね。いけるとこ。もう一個ボスあったんですよね。どっか下の方ですね。これで行くしかないか。まだまだ序盤です。そうなんすか。ちなみにここ落ちたらどうなるんですかね。怖い、やめよう。でっかいネズミの向こう。そうですね、セーフポイントないかな。落ちたらとんでもないお宝があるかも。まだ序盤。序盤？ユノさんはもうだいぶ先行きました。だいぶ先にいます、わら。ここはもう全部見ましたもんね。このボスどこだっけ。ちょっと待って。そろそろパワーアップしたいですね。あれでもしかし、さっきの踊りのボスめっちゃ弱かったですね。ここだっけ。ここですね。この上でだと思う。あそこはいけないから。あ、なんか落ちてる。ここかな。まだ序盤なんですか。あれ、ダンスにはダンスで答えるべきですよ、わら。あれ言ってなかったっけ。
けないんだ。もうあの上にももういないから、これしかないのかな。ケインさんこんばんは。やっと仕事休憩なので聞けて嬉しいです。ゆりさんお疲れ様です。こんばんは。いつもありがとうございます。これかな。まだ行ってないのはここか。またまたボスじゃないですか。え、多いじゃないですか。クロックダイルですか？クロックダイル。さあここどうする？ちょっと待って。ケインさん今日は晩ご飯何炒めですか？全然可愛くないじゃん。でっかいじゃないですか。オーマイガー。気持ちいい。わー。わお。鼻ですか？あれ最初出てきたのは。ジーザス。今日夜はなんだなんだサラダと。サラダとなんじゃこりゃ、なんだこれは、親知らずいっぱい生えてる。ちょっと待って、噛まれたんですか、やっぱり。足多すぎ。親知らずすぎー。くらえ。絞りアタック。うわー、ちょっと待って、これ尻尾から行った方がいいですね。わドンムーセリロ思い出すわ。めっちゃ重い。全然当たんないんだけど。日本語版では鈍色ドラゴンですね。あんまり強くない？セキロ。154ダメージだから。あれじゃないですか、200ダメージの方がいいっすね。どうだ、Where's my Dark Sword？ パワーにはパワーで対抗。いやー、これはワンコンか、また。でも行けるんだ。からでも行けるか。こんばんは、ケインさん。メイ、一緒さん、こんばんは。How are you？ ここですね。もう全部スルーして。back ネズミ。これワンパンですね。100だと。このボス倒さないといけないか。
試してみたいですね。これ掴めない、買えないんですか。なんで使えないんですかね。OK。最初これぐらいちっちゃいと思ったんだけど全然違うんですよね。ここをケインさんがどう倒すか見物です。今日はこのボスが課題ですね。いや、さっきのパターンでボディスラム避ければいいんじゃないですか。結構僕空振りが多かったから親知らずボディブスゴッドボディ、なんとかボディスラム避ける方法を見つけて、音楽壮大でいいですね。戻るときはこの辺に戻ればいいんじゃないですか。うわ、うわ、あれ尻尾もあれできるんだ。ジーズス、知らなかった。もうトラップされた。ジーズス。見えない。弱点はないのか。うおージス、この中だとボディサームかかんないんじゃないですか。しかしうおージス、後ろ回り込め、また尻尾狙うの良いですね。ちょっと待って、あれ食らっちゃった。ジーサス、配分動いてるからやめて、動くのやめて。うわ、また動いてる。ちょっと待って、ドンムーブ、ジーザス。めっちゃ遠い、オーマイガー、ジーザス。きついなこれ。削れてたのに。ハロー、ハロー、リバースハロー、これか。
あれ、ハロードってどうやって直すんだっけ？リバースハロード。クレイモア両手持ちの方が当てやすそう。遅い攻撃が逆に避けにくそう。確かに、シールドいらないっすね。クレイモアいいかも。あれ、これって…ハロウィンどうやってあれできるんですかね。リバースハロウィン。Gain one humanity, greatly restore HP。 これだっけ。じゃなかったんだよ。これだ。ヒューマニティリストア。あ、これでこれできるんかもしれないです。ノーヒューマニティ、なんですかこれ。え？これじゃなかったっけ、やり方。レベアセするのに1個使ったからもう1個いるんじゃないで、イカ役。人間性が足りません、わら。もう1個が足りる。これですか？これで10個。これで10個回復できるんですね。OKOKOK。これですね。で、両手持ちでしょ。ゲイン人間性なさすぎ。あ、でも一応あのこれ必要ですね。こんばんは。ぴょんさんこんばんは。さっき5個しかなかったからこれでっかいっすよ。もう一回チャレンジ。いやー、もうちょっとうまく避けれたらいけるかも。これ10回復あるからいけるんじゃないですか。人間性1個で亡者から復活、もう1個で筋トレすれば回復がイカ役。さんが何言ってるかわからないって顔してる。何かわかんないっすよ。今なんかいろいろ考えてるっす。どうやってこれ倒すんですかね。今の方法でいいのかな。まあダメージは与えてるからいいんですよね。それは自分で見つけてください、わら。ゴリ押しじゃなく何押しでいきます。ゴド押し、ゴッド押ししかないですね。あ、
尻尾、尻尾。両手持ちでだいぶダメージ増えましたね。いいっすね、尻尾取れましたよ。ゴッド押し、わら。これはもう背中で狙うしかない。ナイス尻尾、素材ゲット、わら。尻尾ないから、だいぶ弱くなってるじゃないですか。なんかこのボスモンハンっぽい。トライキメラエッジ決めちゃって、ナイス尻尾切り、わら。いい感じ。いやー、don't move, don't move。 うわー、ちょっと待って。うっそー。 うわー、ちょっと待って。飲んでるけど。おー、ちょっとブレスです。いてててててて。あれ、なんか液体なものを出してましたね。うわ、ちょっと待って、痛い。What？ 一発で死んじゃったよ。わら。Oh my god。 疲れたらしいんだ、わら。体当たり強い。あー、どんまい。いやー、いけると思ったけど、そんな簡単じゃないっすね。やば、強ー。これは室伏さんレベルの突進。一回当たったらアウトっすね。なんだろう、もうちょっとなんかこの武器触れたら、やっぱミスっちゃうともったいないっすね、スタミナ。その体、私に捧げるのだ。常に体力マックスにしないとダメっぽいですね。あ、吉田沙織さんの突進。ちょっと待って、回復じゃないんですね、これ。もしかしたら。これは今いらないですね。ボスだから、これ、ディフェンス HP のローが方がいいの。いやー、きついなー。発が低くなると防御力上昇する指輪ですね。にあったんだ。あ、ちょっと待って、ごめん。そう、またか。
半分か。おお、なんかやってる、やろうとしてる。スタミナがないですね。飛んでる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 。欲張り発見。後ろ行けると思ったけど、もう逃げちゃうね。これもすぐそれやばい。もうちょっと、あともうちょっと。うわ、ダメだ。早く起きて。あー、頑張れケイ。一発だけ、ナイス。うわ、何ですか。あるよ。何ですかこの液体。わ、ちょっと待ち、ジーズス、落ちちゃう。汗。あそこ崖になってるんですよ、本当に。逃げろ。もう回復しよう、万が一。突進だけや、突進だけ気をつけよう。突進の後はすきがありますね。今だ、頑張れ。いける、あと1回。ちょっと待って、何ですか。液体が出てきた。ジーサス、また液体だ。やばいやばい。危ない危ない。もう一発ぐらい。だから行ったから、行ったから。よっしゃナイス。ライトタウンキー、オーケー。ナイス。疲れたよ。やったー。ライトタウンキー、ライトタウンキー。ゴッド、ナイスー、ナイスー。あー、ぶねー。ナイスー、ナイスー。よっしゃー。いったよー。さすがケインさん、ジャッジ下した。これやばかったですよ。何ですか、これ。お。これはダメかも。あっち行けないんだ。真のゴッドボディ箱すぎけん。I can't take it。 もう行けないんですね、あそこ。ダメだ。おお、ボス倒しましたよ。もう行けないんだ。肛門絞り派大事。これ、あれ、ここは？パチパチパチ。ケインスワーン、こんばんは。ミドちゃんさん、ハワイア、こんばんは。ソウル持って帰るのがボス戦です。ソウル持って帰る、あ、3万あるんですよ。やっべー、お金持ち。持って帰るってことはセーフポイントまでですか。フラグフラグ今日
誕生日なので生ドラゴンズフォーエバーお願いします。ミトちゃんさんおめでとうございます。お金の高いさんと一緒ですね。おめでとうございます。大好きなハマグリの種失って絶望するケインさんが見えるちょっと待って、生ドラゴンズですか。生ドラゴンズだって覚えてない。ファイファイドラゴン、それしか覚えてないですよ。ハッピーバースデーミトちゃんさん。ちょっと待って、入り方忘れましたよ。ハッピーバースデーコンフェッチバルイカ役おめでとうございます。ハッピーハマグリ、お金大好きケイン、再現度高いわら、おーパッピーバースデーありがとうございます。ショードラゴンズわら、おめでとうございます。ミトちゃんさんサブドおめでとうございます。サビシ、皆さんありがとうございます。おめでとうございます。パーティーポッペア、このセーブポイントは敵があんまりいないからいいっすね。おわ、サンマやっぱ。あとクリスマスプレゼントにスパッツ追加お願いしますね。わら。オッケー、スパッツ入れますよ。何買うかな。レベルアップですね。誕生日おめでとうございます。リアルに3万円手に入ったら何買いますか？インデュランスも大事ですね。全部か。3万円手に何するんですかね。うん、何とディズニーランドですかね。あれ、これ終わったから次どこ行けばいいんですかね。いいですね、わら。ストレングス上げないのはケインさんらしくないですね、わらわら。いや、これどう見てもスタミナと HP 先にないときついですね。これどこ行けばいいんだろう。鍵をもらったからどこか行けるところ増えたんですかね。鍵どこだ、なんだっけ、もう忘れました。ベースメントキーじゃないですね。あ、ブライトタウン、ブライトタウン、オープンドアインデプスリード、ブライトタウン、タワーだけで押し切るケインさん派もう見れないのか。ブライトタウンってどこだっけ。わら、かわいいお衣装でディズニークラミちゃんみたい。ケインさん敵が落としたアイテムちゃんと見ましょう。わら、敵、あ、さっきのボスですか。なんだっけ、持ったの。なんかアーマーっぽい、これっすかね。今来てると何が違うんですかね。でもこっちの方が強いかもしれないですね。ブリガンドアーマー、軽いしレザーアーマーよりありそうですね。これ200、かっこいいですね。軽いですね。これでいきましょう。なんか上行きたいですね。上どうやって行くの。こっちだ。ブランドは三河。意外とこの辺で見落としてるのがありそうですね。あ、武器とかですか。なんだろう。でももうだいぶこの辺全部見ましたもんね。あ、こっから、あ、違う、ここじゃないんだ。いや、このクリームもだいぶ強いですね。これももっとパワーアップしたいですね。まあまあ進んでるかな。ボス倒してるから進んでる。武器が大きいとちょっと離れても攻撃が当たるからいいですね。あ、いて、ちょっと話違う。クレイモアがもうすっかり体の一部に。
危ねえ。あ、ちょっと待って、飲んでる場合じゃない。あっ、危ねえ。こんなにいっぱいいたんだっけ。あ、いっぱい飲みすぎちゃった。腕ブンブン怖すぎー。Lightwood。 多分ケインさんの体力私より多いです。わらわらえ、ユノさん、じゃあパワーばっかり上げてるんですか。ここですよね。 Lightwood ってどこだろう。デックスとストアですね。ストレングスですか。じゃめっちゃ強いじゃないですか。避けたら服いらないですからね。ここ覚えてる。あっち側なんだっけ、向こうまで。あ、向こうまで行くしかないです。全部ですね。インデュランスか。そうですね、僕今インデュランス結構持ってるんですよ。ありがとうございます。ルーンさん、Thank you so much. Thank you. これ、ブライトウッドじゃないんだかな。3900しかないか。ないんですか皆さん。ブライトウッドってどこですか。ブライトウッドってどこだっけ。あれ、一番下の方じゃないですか。ユーノさんヘルプ。あのファイヤーのとこじゃないですか、もしかしたら。ちょっと待って、 I think I know。 あれ、あれそこどうやって行けるんだっけ。もう少し悩んでください。もう少し、ちょっと待って、 I think I know where it is。 ちょっと待って、どうやって生きるんだっけ。ここも行ける、ここも行けるはず。珍しく井上さんラウンド11投げー。わら、ちょっと待って、ウェイウェイウェイ。ここだっけ。
Blightwood 多分あの木のとこだと思いますね最初。口を出すとさっきのダンジョンの探索が足りないかなと。さっきのダンジョン？やだよ戻るの。さっきのダンジョン結構見たんだけど。わらわら。あとなんだっけ？あのドアが閉まってるドアあったか？いや、わら。あのさ、なんか座ってる人のとこのドア閉まってたドアかな？まさか。ちょっと待って。ヒントを拒否するケインさん、わら。ちょっと待って僕。なんとなくここ。ライトニングのアイテム買ったところそういえばドアあった気がし。ありましたねでっかいドア。それじゃどうやこれぐるぐる回ってるだけじゃないですか僕。あれなんですか。迷路だよ本当にこれ。ここだってさっきのとこでしょ。なんで僕戻ってんですかねこれ。また迷子わら。来るんだよ。これこのゲーム難しいっすよ僕もう方向音痴だからもう忘れましたよ生き方あれ。なんか裏道もあったんだよね。裏道もあったけどどこだっけ。あとはあれがあれば次があれなんですけどね。難しすぎますよねわら。迷路ですねわら。じゃないのかな。方向はあるんだけど、こっちは、こっちはめっちゃ遠回りだけど、こっちしかない。僕より辛いマップ探索。こっち回り行きますか。こっち回りだともう安全で行けると思う。めっちゃ遠いけど。こっちだと思う。すごい日本人初の4階級制覇だ。すごいできたんですかミナゴさん。急がば回れ。あれどんどん同じとこじゃないですかここ。あっち行かないといけないか。めっちゃ同じとこ戻ってるじゃないですかこれ。ただぐるぐるぐる回ってるだけですよ。ボクシング本当に日本人強くなりましたね。配信巻き戻して見てきたんですけど、さっきのボスのすぐ近くにし、イカ役職の人いましたね。だっけ。いました。
ちょっと気になるとこあるんですよ。ブライトウッドってあのブライトウッドじゃなかったっけ。いやー、もう一回のボスは嫌だな。ネズミのとこいっぱいいるとこ取りますか。あそこ確かここから行けますよね。ここから出てきたんですよね。どこだ、どこから出てくる。ここから。ここから出てきたよね。戻りますか。ちょっと待って。いいですね。ここ一番ここまでは来てなかった。ここだ、ここだ。あ、違う、これ違う、戻ってるじゃないですか。 I know ショートカット、これだった。ここだ。お、あ、いていて。こんばんは、こんにちも、斉藤。えいちこさん、こんばんは、how are you。 ここだ、来た。ここショートカットだったのに。ここブライトウッドじゃなかったっけ。思ったより早く見つかった。ここブライトウッドじゃないんですか。お、ヘロー、戻っているじゃないですか。 Did you see them? The three young clerics headed for the catacombs to see kindling is the art of feeding bond. The poor young girl sent. What a terrible mission she is burdened. え、なんですか。なんて言ったの。なんか poor girl って言った。これなんか人だいぶ増えてるんじゃないですか。これなんですかこれ。めっちゃ人増えてる。Hello. Oh, my guest. I will be so. It was a pleasure.Hmm? You look off. Times are grim. Don't you dare meet my lady. You might scare her off. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have a mission. I have my mission, and you no doubt have yours. We must not let this curse. Did I not explain? Or are you so uncouth as to by the looks of you? Oh, 人増えてるじゃないですか、これ。ここブライトウッドじゃなかったっけ。あれ、こんなとこにいたんだ。Well, I see you made it happen. Yeah, I have my pyromancy of the great swamp, so... Oh, yeah. みんな僕が助けた人ですね、これ。Oh, really? But I'm on the fringe. So, yeah, I only wish that I could have... Oh, hello. I'm pleased. Oh, and I'll be... Yeah, what?これ何ももらえないですね。これ一回レベルアップしようかな。じゃあここパワーしようかな。あ、足りない。8000だ。Why? Oh, somebody like you never give up. Well, don't. ちょっと待って、これブライトンじゃないんですか。あれ、What am I missing?戻るしかないのかな。本当にもう
先のドアですかね。まあでも遠くないですね。これめっちゃ近い。そう考えるとこれ使えばめっちゃ近かったですね。ここ曲がって。私も丸の内線東京駅行こうとしたら大手町駅に着いたぐらい方向音いかやくハローゴドジッザ。はいバッツさんこんばんは。そうだよね。うわーさっきのとこ戻ってきたよ。ほうあれよーI'm doing good, how are you? 来た来た。新宿駅だけ何回行っても迷うんです。あ、戻りましたよ。はい、ベリーウェッツゴドジッサ Thank you so much. はい、イカヤクはい、下方がいいです。うわ、やべ。はい、して。はい、テンク、ヨー、アレ、ゴイング、ト、ディエ、ブイ、イカヤク。だっけ。来た。こんばんは、お久しぶりです。サスケ完全制覇おめでとうございます。イカヤク、一度通った道でも油田大敵ですのでお気をつけて。のとこかな。マットさんこんばんは。わら。もうすぐ放送日ですね。またか。こんばんは。This is this. Hey, how are you? もうやめてくれ。本当に。見ます。いやこれ油田大敵ですね。ゴドジッサ、ジッド、ヨー、ドリンク、ゴドカ。イカ薬。No, I don't drink alcohol. これやっぱ倒すしかないかな。当日って例年のごとくサスケ配信されるんですか？残念ながらごめんなさい。足元が水なので動きが遅いですね。本当にすいません、マツさん。なんかやりたかったけど。今年出てるから。そうでしたか。了解で上す。すいません、本当にごめんなさい。I feel so bad。そのままスルでランできないか。むしろ今までやってもらってただけでありがたいので、ケインさん放送終了後にライブは無理です。絶対見ます。ご飯行ってました。次の日とかはやるかもしれないですね。あ、もうクリアまだですよ、みっちゃんさん。なんかどっか間違ってるかもしれないですけど、やっと縛りあるんですね。次の日おしゃべりタイムでお願いします。あオッケー。
新マネージャーさんはあれからどうですか。また気を使ってわざと進まないでもらいすみません。全然サスケって制覇すると何か記念品もらえるんですか。わらわら記念品はないっすよ多分。今でもあるんですかね、200万。昔は200万だったけど今はどうかわかんないですね。それよりやっぱ名誉じゃないですか、クリアするの。賞金200万円だったはず。エルグランドとかもらえないのかな。そうですね、あれはスポーツマンだったでしたね。賞金は3万、ソウルですね。名誉の方が価値ありますね。そうですね、もうだって4人しか今までクリアしてないですよ。そり立つ壁とかもらえないんですか。ケインさんが21日は完全制覇してる前提で見ますでしょう。ありがとうございます。さっきのとこですかね。さっきの部屋ですか、本当に。さっきの部屋か、今のとこでもうちょっと見た方がいいですか。そこまっすぐです。そうですよね、さっきの倒した部屋ではないんですよね。いや、なんかどっか忘れたかなんかですかね。サスケ放送終了後だったらいろいろ聞いていいですか。ここだ。あ、大丈夫ですよ。何か、もうこのドアが開けれるってことですかね。ああ、やっぱりこれだ。これがブライトタウンか。さっきのとこがブライトタウンと思ってた。行ってないところはそこくらいかと。いやー、ここか。ここがブライトタウンか。ありがとうございます。そうですよね、これがブライトタウンか。これだって名前出てなかったからわかんないっすね。ナイス。飛び降りたら絶対日本語では闇村です。じゃあこっからか。闇村。から降りて。すごい降り方わら。うわ、強そう。ユッピー村。うわ、ちょっと待って。ケインさんからは一番遠い言葉だな、闇。うわ、ちょっと待って。あ、やば、死んだ。ごめん。うわ、ちょっと待って。ジミーの時だいぶやんでましたよ、わら。ブロックできるかな。うわ、後ろからか。やめて、後ろから。あ、確かに、わら。ケインさんが嘆くまで見物してますね。あれ、全然知らないんですけど。うわ、これやば。あー、増えた、わら。ちょっと待ってよ。あ、はい、来た。あ、こっからか。ノー。いや、あれだって全然ダメージしないですね。強いな。剣が全然ダメージしない。なんでだろう。これはもう避けてソニックじゃないですかね。忘れた頃にやってくるフライアウェイ。これめっちゃ強いっすよ。この武器全然歯立たないっすよ。よかった、近くて。
走り抜けるしかないかな。さっきのダンジョン派フライアウェイがほぼなかったから。見てください、これ全然ダメージしないんだけど。いや、後ろからやめて。ここから歯バンバンあるので一気に難しいですね。頑張りましょう、笑え。え、トクス、トクシック、トクシック、なんでトクシックになった？ちょっと、ちょ。What is this? What is this? 行って、回復したい。え、どこ行けばいいんだ？フライウェイ、フライウェイ。ちょっときついこれ。ちょっとここのモンスター強くないですか？わら、わらわら。やば、これ。ちょっと待って、今なんかトクシックは何ですか？トクシック。オリンピアに迷い込んだケインさん。おいさん、ではないんですか？さっきのネズミとレベルが違いすぎますね。高い。ディフェンス妨害か。ここから破敵の強さとフライアウェイをお楽しみください。わらわら。ちょっと待って、ユナさん、ここ苦労しました。やば、これはこそ練りが必要かもしれませんね。フライアウェイしかない。わら、これはこそこそやるしかないのか。そうかもしれないですね。これだって今の力だと無理かもしれないですね。次の配信は日曜日ですね。日曜日までちょっとこそこそこの辺でパワーアップするしかないんですかね。これなんかクリアできなさそうですね。このビッグガイがマッスル、クリアの鍵はチキンハートとクリアリングですね。わらわら。これ全然倒せないんですけど。99。あ、でもいけるか。え、ちょっと待って、これさ、ジーガス、鍵の密体を決めてもこそこそ届くんですか。ビッグガイジーガス、行って、 See you。 ちょっと待ってよ、あれ絶対届いてないですけど、当たってるんですか今の。シールドをやってもダメか。わらわら。 No、変えた方がいいのかな。シーユー、フルスイング系だから後ろに回り込めそうかな。そうっすね。いや、辛いなこれ。パリできないのかな。やってみます。いや、ただこの辺めっちゃ狭いんですよ。落ちちゃうんですよこれ。パリっていうか、あ、落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃう。
お、倒しました。うわ、つらかった。ダングパイ。ちょっと待って、これナイス。やっぱ一人ずつ倒すしかないか、これ。ゴッドナイス。雑魚敵がボス並みの緊張感。うんちゲット。わめいズタックロ、頭ボールですね。なんか思ったよりそんな難しくないですね、後ろを回り込めば。あ、ちょっと待って、意外に。ケインさん、こんばんは。こんばんは、マイコさん、 How are you?からはいけないか。とんでもないとこに刺してますね。またまたダングパイか。ここからいけないのかな。やろうと思ったら何時間もやっちゃいますね、このゲームは。そうですね、やべ、ポイズンになってるけど、なんか止める方法ないのかな、これ。セーフポイントないかな。よかった、でも10個あって足りないかも、これ。死んじゃう。今もうセーブポイント行くしかないですね。私は初日で中古屋に。あ、やべ、もうあれがないんですね。回復、あー、やべ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 、死んじゃったよ。あれ、そしてもう下行かなくて大丈夫ですね、次は。くー、きつい、これ。リポビタン D が足りなかった。プアプレ、モスで回復とか。プアプレ、モスは何ですか、ね、ちょっとゆっくり読んでないから。それで止めるんですかね、ポイズン。ポイズンで特殊く直せますよ。ああ、ほんとだ、キヨシポイズンか。オッケーオッケー。これここに入れた方がいいですね。パープル。Where is it? あ、ちょ、What is this? What is this? Who's hurting me? あ、OK、OK。パープル、今度使います。ケインさん、こんばんは。ワタスキさん、こんばんは。井上尚弥の勝ちましたね。あ、日本人ボクシング強いですね。いて。ああ。ふう。
いついこれ。ケインさん的にはビッグモンスターをゴリ押しで倒せるくらい子イカ役。うわあ、あ。いや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 、これゆっくり行かないとダメですね。なんかせっかちダメですね。あー、そういえば僕あれソードアップグレードすればよかったですね。落下し見てるとダークソウルしてるなって思います。わらわら。あ、せっかくあれ降りたのに、あれ橋のとこあったんですよね。あのブラックスミスみたいな感じの。ここが一番なんか広い感じです。ちょっと待って、僕ちょっとパワーアップします。日曜日までコスコスしていいですか。ちょっとパワーアップしてからもう一回ここをチャレンジしたいと思います。これちょっとやばいっすね。多分これ進まないっすね。今日気づきすぎて気づきませんでした。わら、狭かった。わら、うん、いやー、皆さんありがとうございました。楽しかったです。2日連続今日もお疲れ様でした。日曜日ですね。本当に皆さん、Have a great weekend! わら、こそこそ頑張ってください。Stay safe! I hope to see you guys next time! お疲れ様です。Thank you so much for everything! お疲れ様でした。お疲れ様でした。Thank you guys! Good night! こそこそ、わらわら、お疲れ様でした。前日ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。